A は、稲科の植物のコボに見られる臨場の法要のことである。小麦のコボにある、外鼻 A、内鼻 A、方 A, A には、外側から、以上、4種類が存在している。このうち、A と B は、コボ一つに一枚しかない。C と D については、小鼻ごとに、それを包む形で存在する。そのため、毒麦属などのように一つのコボに多数花を含む。 物ではそこに含まれる小花の数だけある。他方で、少数花を含む例では、花が退化して、これらだけを残す例もあり、必ずしも花の数と対応しない。A 華が熟すると、AB を母体に残し、CD に包まれる形で落ちることが多い。ただし、AD については、植物学者によって様々な名称が付けられており、中には同一の名称が別の箇所に用いられている。 場合もある。また、A の範囲についても AB に限定する説もある。いかに代表的な故障の例を掲げる。日本の歴史用語としての A とは、穀物から茎を除いて穂だけの状態を指した。実料性の税の一つである祖は、稲の穂、すなわち A 等の形で納税されたほか、水庫の水筒も A 等によって実施された。なお、泡に関しても、永続と呼ばれていた。 中世に入り、租税を、永当の代わりに、銭で納める大洗脳が行われるようになると、その銭を永泉あるいは単に永と呼ばれるようになった。室町時代後近を、関東地方を中心として民選である、永楽通報が流通するようになると、大洗脳などの納税も永楽通報で行われるようになると、永楽通報の略称である、さしと永泉の略称である、 A が、同じ発音であったことから混同され、A え線、A、を、A えに、ひさしとも表記するようになった。日本史大辞典第一巻、平凡社、A えありがとうございます。